too fast to prepare for these. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotism. Whip, whip, run me like a race horse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna.イエーイ、皆さんこんにちは、サンディ君です。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけでね、今回のクイックアップデートでこのアクションフィギュア集め100体集めるとヒーローのコスチュームが解除される、またはね髪型が解除されるというのがついに来ました。まあこれね、後からまたね動画としてまたライブとかでやっていきたいと思います。ではまず今回のクイックアップデートの追加された車両やまたはね、まあ割引のね車両とかもねちょっと確認していきたいと思います。今回スーパーカーの方からまず見ていきます。そしてね割引の方、来ています。シュラーゲン GT、 それからイタリ GTO が割引来てます。これ結構かっこよくていい車なのでお金ある人は買ってもいいかなと思います。スウィンガー、それからね、このねなんていうかな、この車両、フラッシュ GT も割引来ています。それにさらに、来ているかなと思いきや、ケチンボさんなので、この高級車のところの割引はねこれで以上になります。まあお金ね結構ね稼いである人はね、欲しい車っていうのはね基本的に高級車は割引の時に、ね、あったら買っちゃってもいいかなっていう感じですね。で今回の、ガントレットヘルファイア、これワイルドスピードのねセブンかなんかに出てたね車両とほぼね同じようなカスタムできます。ライムグリーンのやつですね。まあ空からね飛ぶやつでしたね。まあああいったものもねきっとね作れます。では他のね、割引、確認していきたいと思います。まあ今のところね見当たらないんですけど、きっとね何かしら来てるんじゃないかな、どうかなどうかなどうかなと思ったら、はい、またケチンボさんで、ロクスターは割引がここ来ていないというわけでなさそうですね。南サンアンドレスはなしです。そして他の車両、先頭車両ですね、ウォーストックの方見ていきます。まあねこれね、結構ねジョブ2倍とか今回来てるんですけど、やっぱそれに絡んだものですね。このトラック系来てますね。パウンダーカスタム、ミュールカスタム、要するにナイトクラブのね割引とかもね来てますね。そういったものまあセットなんでしょうね。まあ他の部分でねこれいいなっていうのはバザードです。これはね CEO になった時にバザードね無料で呼べるようになります。これ一回買っちゃえば、これミッションとかねナニュアルにもねバザードねいつでも出せる状態にね無料で出せる方がいいので、初心者さんはね絶対バザード買っといた方がいいです。これはね絶対あった方がいいです。そしてね施設の方割引、はい、ナイトクラブです。だから、バスとかね、まあ、トラックか、あれがね、割引来てますね。まあ、あのトラックあんま使わないと思います。でもナイトクラブは、まあ、お金稼ぎとかね、ナイトクラブで遊んだりとかそういうのもできます。まあ、お金ね、余裕あれば買ってみてもいいかなっていう感じです。それ以外の施設系は割引は来ていません。今のところね、まあまあケチンボっていう感じですね。そして、アパート、高級アパート。まあ、これも割引来てないですね。まあ、そんなね、感じしなかったですね、今回ね。そしてどうでしょうか、この物件売却の2倍がどうかな、割引どうかな、来てないですね。というわけで今の期間に物件売却を準備しておくべきです。この1週間の間にね、もしかしたら来週あたりいきなり、オフィス割引なんて来ちゃったら物件売却が荒稼ぎになるので、ぜひねまあ準備しといた方がいいかなって感じですね。1のキャラに最高級オフィスです。では他の航空機、ハポックってやつですね。まあ遊びのねヘリコプター、まあタケコプターみたいなおもちゃですね。お金ある人は買ってもいいかなっていう感じです。ではジョブ、もうね先に言っちゃいます。スタントレースが2倍です。これ RP 稼ぎとか、まあ一人でね本当お金ない人はね時間をかけてクリアしたりねくるくる回ったりして RP 稼ぎめちゃくちゃできます。まあ昔のやり方をねやることでできます。やり方わかんない人は一応ね動画の説明欄かな、一番上の方に、貼っておきます。このねスタントレースでの稼ぎ方っていうのね、それを参考にしてみてください。結構ね、初心者の頃っていうのはまあいろんなね、まあアワード取れます。そして今回カジノのミッション、まあこのミスベーカリーからね、ちゃんとね AB って書いてあるねミッション全部クリアするとここにミッション出ますね。カジノのねミッション出ます。これが2倍となってるので解除してる人はここから開始できてお得です。まだね解除してない人はまあ元々のねミッションの解除の仕方、パラゴン R の走行のね、
会場の仕方の説明欄貼っときます。それ確認してください。そしてね、ルーレットの車両はネロです。これ高級車のとこかなと思いきや、これはね、ベニーズのとこにあるんですね。ネロカスタムという、まあ、アップグレードができる車両で、見た目もめちゃめちゃかっこいいし、操作性もいいです。そして何よりもね、ネロはこれね、後ろのウィング自動でね、上がったり下がったりします。結構いいですね。よかったら買ってみてください。または当てるってことですね、これでね。ルーレット無限回しはまだ可能です。そして今回競馬の、荒稼ぎできるのかどうかを確認していきます。まあこれもね、なかなかね、1の馬がね、勝たないとかね、いきなり3番勝つとかね、いきなり5が勝つとかね、結構あるんですね。まあ2番も多かったりもするかな。でもなんだかんだ1番が一番勝つと思いますので、まあこれは3回、まあ勝ったらエラー落ちすると、そういう仕組みです。でもエラー落ちしてもストーリーに戻っても、報酬はもらえてるということで、まあ競馬の荒稼ぎ PC 版含めて PS4 もできます。まあこれもクイックアップデート後も可能です。 GTA オンラインはぶち壊れてます。というわけで今回、これも可能でした。では、追加の車両、ワイルドスピード7に出ているような車両を、これちょっとねカスタム見ていきたいと思います。まずね、これベニーズホイールも装着できるか確認していくので、近基地からスタートしてます。今回のこの車両ね、変わったねポイントというか、まあ、カスタム項目もありますね。今までね、まああった部分もあるんですけど、ちょっとね違うアイテム今回ついてます。パラシュートってのあります。しかし多分ねこれ開かないと思うんですよね。これがいきなり開いちゃったらすごいんだけど、どうかな。ちょっともし開いたとかいう人いたら教えてください。そしてそれ以外の部分でカスタム、まあフロントバンパーとかはねほぼ形はいじくれない感じです。そしてマフラーはね後ろと横のサイドのね感じになりますね。グリルはこんな感じでグリルなしにできたり、色を変えたり、あとは前のねヘッドライトをまあ塞いだりとか、前にもねこんなね車両なんとなく似たようなのありましたよね。まああれはなんか20系セルシオみたいな車で、まあ要するにね、まあ柄のペイント、まあペイント柄のレシピとなるね車両になりましたね。まあそれと似たような感じですね。ドラッグレース的な感じの車なんですかね。まあそんな感じでカスタム項目はまあまあね豊富です。そしてねガントレットシリーズは今回で、5代目で終わりのようです。このここで終わりのようですね。次回からはいよいよね、まあ待ちに待ってる車両とかも来ると思います。こんな感じでマッスルカーは今回これで終わりだと思うので、このマッスルカーをまあ遊び倒してください。そしてウィングもね、まあまあ種類あります。まあお好みでカスタムしてください。まあ多分ねワイルドスピード風のライムグリーンが結構多くなるんじゃないかなと思うんだけど、今回車高下げてもハの字は切らなかったですね。前回みたいな感じはならなかったです。ではベニーズホイール装着、これは RC カーにねベニーズホイールがついてる人は1人でできます。そして2人でねベニーズ装着もね今できるのかな、まあ、ちょっと後でね確認してみますけど、まあそういった感じでホイール装着することできます。 RC カーからねベニーズホイール装着しちゃうとね防弾タイヤになっちゃうのでね、車高が下げられないっていうね問題もあります。ではこの車両ね、ちょっとねベニーズホイールついでにつけたので、最後ちょっとカスタムして走っていきたいと思います。まあ、今回の車両ね、まあ、顔面もね結構かっこいいんですけど、どっちかっていうとね、まあ、お尻の方が好きかなっていう感じします。お尻のねこのね、まあ、なんていうのかな、もう本当にトランスフォーマーのねバンブルービーに出てきそうなねケツしてますよね、これね、テールライトかな。まあこれがちょっとお気に入りです。このお尻が、とてもねプリケツでいいと思いますね。それはねとってもおすすめです。こんな感じでねプリケツも持ち上げることできます。これはアクセルとサイドブレーキずっと押しといて、サイドブレーキだけパッと離すと、こうやって持ち上がることができますね。これもよかったらやってみてください。こんな感じでね結構ね滑ります、結構滑ります。まあレースには向かないかなって気はします。でもねまあおもちゃとしてね遊び倒せる車だと思います。そして値段もねそんなにスーパーカーほど高いわけじゃないので、ぜひ買ってみてください。それからねラッキールーレットはネロなので、これは当てちゃった方がいいです。もう当たったらラッキーです。まあそんな感じでよかったら、参考にしてみてください。フィギュアの集めの方はねまあ後でねやっていきたいと思います。